キャノンサードパーティー製 RF レンズ開放出るね。北斗レンダー、こんにちは、天野ゆうきです。いつも動画をご覧いただきありがとうございます。キャノンのミラーレス一眼カメラといえば RF マウントなんですけれども、この RF マウントに対してサードパーティー製のレンズは今まで認めてこなかったんですね。それがここに来て動きが出てきましたので、皆さんにその内容をお伝えしていきたいと思います。今年の2月 CP プラスで参考出展しておりましたサードパーティー製の RF レンズ、コシナから出ますポクトレンダー RF マウント F1.0 っていう商品ですね。この動きがありまして、来月10月にリリースすることになりました。それではその内容を早速見てまいりましょう。目次です。1番目、サードパーティー製レンズの話。2番目、キャノンが認めていない理由ですね。3番目、コシナについて。4番目、フォクトレンダー 50mm の特徴ですね。5番目、他のレンズの情報です。では1番目のサードパーティー製レンズについてお話をいたします。サードパーティー製レンズとは何かというと、カメラメーカーのライセンスを受けて供給する他メーカーのレンズのことです。例えば日本だとタムロンさん、シグマさん、コシナさんなどがありますし、ドイツのメーカー、中国のメーカー、韓国のメーカーとそれぞれ他メーカーが存在します。この特徴はですね、1番目として純正レンズより安価である、安いってことですね。で、2番目としては F1 から F1.4 などの明るくて高性能のレンズが多いということ。3番目は単焦点とか望遠レンズがとても充実しているんですね。以前の動画、2023年の2月にカメラの祭典 CP プラスが開催されて、サードパーティー製のレンズの噂っていうのを流したことがあります。RF レンズ、理想のレンズを求めてっていうことで出しました。この時にそのサードパーティー製のレンズの話がいろいろ出したんですけれども、まだ見ておられない方はぜひご覧いただきたいと思います。概要欄に記載しておきます。その時の動画の要約をします。サードパーティー製 RF レンズの噂っていうことで、 EF レンズ時代はタムロン、シグマなどの他のメーカーも参入が OK だったんですけれども、RF レンズになってからは他のメーカーは参入を認めないっていう方針になったんですね。認めない理由なんですけれども、 RF レンズのラインナップが充実していないっていうことです。それから2番目としては、高性能な自社レンズの開発をもっともっと促進したいっていうことですよね。そこにサードパーティー製を入れるわけにいかないと。そして安いレンズをつけたい方はマウントアダプター経由でぜひ EF レンズを使ってほしいという考え方なんですね。さらに本音を言えばですね、値段が安くて高性能なレンズが登場してしまうとですね、キャノンの純正レンズは値段が高いですから、その販売にダメージが受けるっていうことは本音としてあると思います。タムロンっていう会社があります。タムロンは1950年に埼玉県の浦和市で創業した会社です。当時の名前は違いますけれども、で、写真機と双眼鏡レンズの販売がメインでした。で、1958年にタムロンブランドを販売したんですね。で、このタムロンという会社に変わったんですけれども、タムロンという社名はタムロン光学技術の基礎を築いた田村さんの名前が由来から来ているそうです。それでソニーなんですけれども、実は2020年3年前ですね、このタムロンの筆頭株主になったんです。つまりですね、もしタムロンのレンズが売れれば株主として利益が入ります。それから2社のレンズラインナップが充実すればですね、当然ソニーのカメラは売れるという見込みが立つわけです。キャノンはというと、この他社のレンズが売れれば自社のレンズは減っていくっていう問題が起こってくるわけですから、そこはサードパーティー製のレンズを簡単に認めるわけにはいかない事情が見え隠れするわけです。それでは今回キャノンがですね、ミラーレス一眼カメラの RF マウントにサードパーティー製のレンズを認めたコシナという会社は
どういう会社なのかということをお話ししていきたいと思います。コシナという会社ですが、本社は長野県にあります。で、光学ガラスや精密機器の販売、映像電子関連機器、特殊レンズの開発、それから宇宙流星観測カメラシステムを開発したりしてまいりました。で、ソニー、ライカ、富士フィルム、ニコン、キャノンなどのサードパーティー製のレンズを今まで作ってまいりました。コシナはですね、最高品質の光学製品の創造を目指している会社なんですね。今回正式にリリースされた商品の名前をお話ししますと、コシナフォクトレンダーノクトン RF50mm アスフェリカル F1 というのが名前です。とても長いレンズの名前なので、今から一つ一つで、ね、解説していきたいと思います。まず最初にフォクトレンダー、これはですね、コシナが販売するカメラレンズのブランド名です。フォクトレンダーっていうのは、1756年にウィーンで創業し、ドイツに移転した企業なんですね。創業者はですね、ヨハン・クリストフ・フォクトレンダーという方です。で、この方がガリレオ式の望遠鏡、世界で一番古いですね、光学式のレンズを開発した会社なんですね。カメラの中のストラディバリウスを目指していたと言われています。1951年にはですね、ノクトンという商品とアポランタという商品、こういうレンズを発売しました。ところが第二次世界大戦後にですね、経営が悪化してしまって会社が傾いていくんですね。そのために商標権だけが残っていくような状態になったんです。そしてコシナがですね、このフォクトレンダーという商標権の通常使用権を取得することができるようになったので、コシナからフォクトレンダーという名前の商品が販売されているんです。ノクトンの由来なんですけれども、フォクトレンダーの写真レンズの名称をノクトンと言っているんですが、ノクトっていうのは夜を意味するということで、開放 F 値がですね 1.5 以上に明るい大口径のレンズに対してノクトンっていう名前を付けることになったそうです。そして今回の F 値はですね F1.0 なんです。すごい F 値ですよね。では次の言葉ですね、アスフェリカル、非球面レンズと日本語で言います。この非球面レンズというのは、平面でも球面でもないレンズ、曲面を含むレンズのことを言います。で、球面レンズに比べて周差、いわゆるこの周差を小さくすることができるレンズのことを言います。フォクトレンダーノクトン RF マウント 50mmF1 という意味がお分かりになったでしょうか。で、この内容をもう少し深掘りしますと、マニュアルフォーカスのみ対応でして、 AF は未対応なんですね。オートフォーカスはできないと。で、RF マウントの電子通信が可能です。ライセンス取得しておりますのでね。それからフォーカスピーキング、ボディ内手ブレ補正の機能が対応できる、それからフォーカスアシストができます。で、最後の項目としてエグジフデータが取得できます。エグジフデータっていうのは、例えば ISO はいくつだったとか、 F 値はいくつだったとかという内容をですね、表記することができるということですね。レンズの特徴なんですけども、焦点距離は 50mm の単焦点レンズですね。最短撮影距離は 0.45m、 45cm ということですね。絞りバネは12枚と多いです。で、天光源はですね、丸く柔らかいボケ味が出せるタイプだそうですね。で、重量が 650g。 価格ですけれども、量販店で21万4000円ぐらいで販売される予定ですね。今現在ですね、キャノンの RF レンズ、純正レンズっていうのは 50mm の単焦点で2種類あります。一つは RF50mmF1.2LUSM ですね。もう一つはというと RF50mmF1.8STM、L レンズの方は約30万円します。 STM の方はというと約3万円ぐらいで売られております。最後にですね、キャノンの噂という
記事の中で2023年の9月22日記事が出まして、中国のメーカーで TT アーテイザンが RF500mmF6.3 を発売しましたということなんですね。マニュアルフォーカスです。で、優れた光学性能は備えているようですが、キャノンのライセンス認証はないようですね。今回の動画はここまでといたします。サードパーティー製のレンズがね、もっと出てくることを期待しながらこの動画を終わりたいと思います。今回の動画ご覧いただいてありがとうございました。よかったなと思う方はぜひチャンネル登録お願いいたします。では次回の動画でまたお会いしましょう。ありがとうございました。ハッピー。